暇つぶしの遊び道具から驚異の大ヒット商品誕生。花札やトランプの製造を行っていた1960年代の任天堂にある男が入社する。工学部卒の入社第一号、横井文平である。横井は特にする仕事がなく、電気設備機器の保守点検の仕事を任されていたが、暇だったため格子状の伸び縮みするおもちゃを作って遊んでいた。その姿を社長の山内博士に見つかり、社長室に呼びつけられる。それをゲーム化して商品化しろ。処罰を受けることを覚悟していた横井は安堵し、商品化に向けて動き出す。結果、ウルトラハンドとして販売した商品は驚異のヒットとなり、任天堂はおもちゃ会社として発展していくのである。そんな横井文平の名言、発明好きのおっさんが人様から認められる仕事を成し遂げられる。だから人生って面白いんですよ。